はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ビーナスイレブンビビット始めていきたいと思います。まずは3000あるんで、コンビネーション以上バースデースカウト行きましょう。なんだ？星5なんだこれ。これなんだろう。星5なんだ。しよう。する。ニューキャラ、星5はニューキャラですね。編成？星4のがあるから。月風か星5か。ディフェンダーの星5ではないんだよな。上だろう。上だろう。上なんですよね、みんな。こうしましょうか。行きましょう。シュート。通常シュート。あっと、なんとリークダイレクトです。今度は入りました。
超すっごいシュート、相手200ですからね。さあ、まだいけそう。後半戦開始です。ヨーディーパス決まりました。シュートしない。さあ超すごいシュートが来るか。来た。勝ちましたね。あれれ、おお、レンタルポイントがヴィーナスハートが100。行ってみましょう。得点を奪いました。あっという間ですね。うん、お嬢様、3点目です。あっという間に前半戦終了。ちょっとスタミナが2人ともなくなってますね。変えていきましょう。
でも彼女も後半戦開始です。堀内かおるがやばい。さあ超すっごいシュートが決まりそう。5点目です。試合終了、終わりです。ここで釣られる。ここまで頑張れたのは仲間とプロデューサーのおかげとか言っとこうか。星3か、つらいな。
やってみるか、ドラゴンリーグ。試合に勝った。キックオフですよ。終了です。終了です。
ここまで頑張れたのは仲間とプロデューサーのおかげとか言っとこうか。さあ、昇格戦です。ギックダイレクト、はい、トゲラー難しいか。やれてますよ。サイドディークダイレクト決まりました。
行きましょう。カットした。今日すっごいシュート。うい、ローカルリーグ？あ、挑戦状行こう。ブラックタイガー。捉えた。インターセプト。さあパスが当たったが、まあ、点が取れてない。リークダイレクトだ。ここでようやく先取点。
リークダイレクトだ。得点を奪いました。これ2点リード。終わりが近い。試合終了です。勝ちました。ここまで頑張れたの。ドラゴンロケットに聞こえたが、ドラゴンチケットです。誰を育成するかな。唐沢瑞希。ダメだ、使えない。星7までが限度なのか。レベルマックスとなってますね。 SS 覚醒が何だこの EX ステータスって何に使うんだ。あげられない。全然特攻もできない。マックスだからかな。あ、条件があるんだ。何かが特攻できてないとか。金を渡さないといけない。これは無理だ。ちょっと考えよう。
好感度は高いしな、最初から。何位上がるのか。特訓しましょう。特訓がちょっとダメ。試合ミニゲーム特攻開始じゃ。でも疲れました。強化試合をどこは？なんだそれ。まあ全然まだまだ足りないってことか。スキル変更もできるんですね。ゲートキーパー。なかなか思い通りにいかないですね。やるか、上級ですね。ポイント重視で。上級だとね、勝てないとね、勝てないかもしれん、ポイント重視だと。
ん？何これ？お、ようやくシュート。超えた。先取点です。あっと、取られてしまったが、ここはナイス。カラフルスプラッシュ、シュートでした。得点を奪いました。試合終了です。勝ちましたね。5倍。1700ポイント。ミラノ泉、ミラノ泉シルバー、泉の中。もう一回上級へ。
おお。シュートでした。前半16分でゴールを決めました。ちょっと天塚美琴が働きすぎですね。これインターセプト。またシュートだ。40か。取り返した。あっと、まただ。さあ、ほとんど時間はない。試合終了です。勝ちました。レベルアップです。かける4。獲得杯行きましょう。
相手が強いな、これ。パオブキュウリ。止められるか。止めた。相手の方が強いな。ダメです、技を使っても止められません。キュウリの量には限度がある。お、ナイス。リスがカット。ナイスです。取りました。あーっと、しかしすぐ取られてしまう。おー、失点なし。前半は食い止めましたが、どうだ？ダメですね。カットに成功。あー、取られてしまう。シュート、パワーオブキュウリを使う。強いパワーオブキュウリ。さあ、ここで取りました。しかし攻めることまではできないんですよね。相手のディフェンダーも強い。取りましたね。ほとんど時間がありません。削除済み。お、まさか。あ、ダメですね。相手キーパー有能だ。あ、でもこちらも防いでいます。決まりません。あー、決められてしまった。全部止められる。シュート決めたら負けになります。お、ファンは増えますね。
だけ入ってたんだ。まあでも感覚特配でいいや。シュートが決まりましたね。2点目です。決まりました。すごいですね。試合終了です。ちょっと最後の試合をやってみようと思います。ん？なんだろう。
そうか、例えば衣装をチェンジすればいいんだ。あ、でも好感度上げないと解放できないんだな。あ、シュートはどうなんかな。ディフェンスかな。シュートでした。ちょっと姫川ゆり働きすぎだ。早くも1100あったのになんで 100ちょっとしか残ってないんだ。さあシュート入りました。的です。さあもう交代ですね。シュート？シュートでした。これもシュートだった。
優しい久保田美希。なんだろう、厳しいんだな。なんかすごい、仕込まれてる感がある。申請はしとこう。あ、ダメか。はい、ということで、なんだこのジェイク・ロバーツみたいな選手は。でこれらを獲得できるんだよな。だからビーナスリーグは美味しいのか。はい、ということで、なんだかよくわからないですが、まめなく試合をやっていきました。特にこのファン獲得杯ですね。ファン数って何に影響するのかな。投票権に変換可能ファース、なんだそれ。もうこういうの見ることできるのか。投票権ってなんだ。ひとまず
ここまでとなります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリストブログツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいくでした。